まず五千円札皆さんも見てわかりますよねニトベ稲造さん、はい、この人がまずお札に乗るのがお,なんですおかしいこれもいいですねニトベ稲造さんっていうのはアメリカ思想がすごい強い人なんです、はい、でドイツに留学したりアメリカに留学したり、はいえー、そもそもこの人はクリスチャンの方なんです、はい、熱狂的なだから日本の支援に乗るのがおかしいと、はい、まずここであの疑いの目がかかるんですけど、はい、でこの五千円っていうところに 菊のマークが半分に割れてるのわかりますかねはいわかる、はい、分かこの菊のマークって色違いでねはい色違いでありますよねこの菊のマークって硬質のマークなんですよそ,うです、ね、それを半分に割ってるわけですよ、はい、おかしいなでよく見てもらったらわかるんですけどこの硬質のマークをくっつけても重ならないようになってるんですえぇ綺麗に真っ二つじゃないんですよはいはいはいくっつけても重ならない菊のマークなんですはいいいですねほんで、えー、後ろを見ますよね 富士山ありますよね。ある富士山あって、これを逆さにするんです。はい、そうすると、映ってる富士山が全く違うんです。はい、で、この富士山、えー、反対にして映ってる富士山は。あの、モードが自家を受けた。あの、海がバーって割れる。受けた、あの、しない山っていうんです。そんで、えー、ここに、えー、ありますように。えー、これ、ヤハウェイの目っていうんですよ。フリーメイソンのあの目のマークは。はい それれがここにちゃんと記されてるわけですよね、はい、でなおかつこっちを向きますと、えー、日本のお札なのにここに地球が映ってるんですけど、うん、日本のお札なのに日本が真んん中に来てないいなですよそれで、えー、これを頭でちょっと理解してもらいたいんですけどこの世界地図をぐーっと回して裏にじゃあここを中心に何があるかっていうと、はい、エジプトのピラミッドなんです。ということはフリーメイソンのあの面と一緒のがここの中央に記されてるっていう。 裏の話はい。